ありがとうございます。ジュン君はこれスコールですよね。うん、ご飯も食べて、おしっこも行こうとしました。半日ぐらいちょっとまた下地で他の子たちの反応を見てみます。ジロー君は出たく、サブロー君は出たくしょうがないんですけど、サブロー君もご飯食べました。よいしょ、元気。うん、我が家の子たちも元気です。よいしょ、はい、朝の報告です。はい、捕獲完了しました。よいしょ、はい、おはようございます。おはようございます。おはよう。はい、お昼ぐらい、お昼過ぎにはもう迎えますので、手術が終わって、はい、玄関開いてます？開いてます。じゃあ中に入れておきますね、このまま。で、薬はまた袋に入れて置いておきますから。はい、はい、はい、じゃあ行ってきます。これがオスですね。そのまま、1.75 って言ってましたね。ん？キャリー？はい、1.55。あ、1.55。じゃあ、はい、静脈注射はちょっと断念しました。お尻に打ちました。また保育さんです。おしっこは、あの、黄色い、普通のおしっこが出てはいるんですよね、ちゃんと。ただ、もう自力でトイレに行く気力がなくて、シートの上にしているので。頑張るね。病院の近くにクワいっぱいあるんで、ちょっとクワ取ってきました。さあ、あら、どこ行った。おい、11時半です。ちょっともうここのとこ早いので疲れてちょっと横になった。あっという間に11時半でした。ケッキーは今散歩から帰ってきたんで、お昼をあげてそのままちょっと昼向こう行って、もう編集に入って12時半に、迎えになります。で、もうお家に届けてきて、食べたね、ご飯ね。結局午前中のほぼ完食しましたね。なので、一パック全部食べてます。はい、じゃあちょっとこの間に行ってきます。はい、ヒレンポです。根が入稿してるはずです。いや、もうこれ完全に冬の風邪ではなくなりました。そう、そこ綺麗にして、そっち食べてくれたらいいよね。
ですね、杭を打ってもすぐに外しちゃうのですごい力なんですよね。だからどうしたのかなと思うぐらいすごい力です。まあ今日はママさん休みなんで、まあ、いいですけど、大の船ですね。寝てました。痛い、はい、ご飯も一応食べてトイレもできたんで、どうぞよろしいですよ、出てください。いいよ、おいで。よろしくね。ね、店長よろしくね。よし、もう帰です。どうぞ。ありがとうございます。おすすめです。合ってました。はい。よかった。皮膚病診断。おお。すみません、13,000円になります。あ、そうだよね、そうだよね。はい、オス2匹じゃないよね。はい。なるほど。いやー、ちょっとまあ耳の形はマロが立ち耳だったんですけど、これはモスコ独特の、しかもまあ形が良くなくて多分ですね。まあもう詳しくは聞いてないんですけど。繁殖用に行って、レスキューされて健康体になってうちに、ああマロが帰ってきたみたいですね。なんかサブロックの方も全く刑事から出てこないですね。何してんだか、ええ、なんでもうまったりしてんだそこで。お利口さんだね。いっちゃん、あいちゃん、ねえ、全然平気なのね。かわいいね、よし、編集します。いや、おしっこしないでくれ、ピーちゃん。サブロックも出てきて、サブロックの方がビビリかもですね。
おはよう、うん、おはようじゃないか、よく来たね。お耳ね、お耳、耳だに、あ、耳だにはあるね。耳だにがなかなかっていうのね、この耳じゃなかなかです。まあ、また豆に1週間に1回ストロングホールしてみようと思います。探検して、ここにすっぽりはまってるってことは、ここ慣れてますね。ピーちゃんおしっこしないよ、そんなところで。ピーちゃん、ピーちゃんお願いよ、ピーちゃん。季節的にはそろそろですね。うん、しないと。これ誰、これは、あ、ロコちゃんだ、ロコちゃん。うん、気持ちいいね、床も気持ちいいよな。3時ちょっと回ったところですね。まあ、これこいつらからやるか。はいはいはい、ちゃんと待って、おうち組からやりましょう。あら、なんだなんだなんだ、てんちゃんどうした、これ怪我した、これ、てんちゃん。喧嘩したようなあれはないのか、なんかあれしたかな。ごめん、これ食べる。はい、あれあれだね。マッチョ、マッチョ食べるよ、これ。はい、どうぞ。はい、ゴロちゃん。はい、ワンちゃん、ひっそりと。そう、食べてるね。ポコの準備もできてます。ボンゴちゃん、あら、ポコ、レンが来たね。あ、レンいいの、閉めるよ、レン、ポコ、あれ来ないの。レン入ってないよな、レン。やはりは、はい、どうぞ。おい、どうぞ。はい、新入ってきたんだね。あれちゃんも大丈夫だね。三本は。さあ、じゃあ、これの残りも食べなさい。みんなと混じってご飯は無理だね。よいしょ。うん、おい、こいだっちゃった。おい、こいね。かにかいね。サブルちゃん、サブルちゃん。うちゃん。チュラ、チュラあげようか。ねえ、後で。はい、どうぞ。いや、落ち着いた。
持ってなんかそこでもスイカ君が入ってくるんですよね。夕方のおかわりタイムです。誰よ。いやちょっと入れないで。メンツによるわけよ。もうややこしいのが入っちゃうと手に負えなくなるから。でしょうか。だからどうしてかと思ったんだけど。なんでよ、自分のカメラ構えてるから。そうだよ、そっちから撮ってんだよ。こんなお尻向けていいの、二人してね。だいぶ。だからともけ、炸裂だよね。ボケ炸裂。ボケ炸裂。ガス爆発。ガス爆発させて。はい、どうぞ。優しくね、食べてあげてね。